こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。あ、盆栽大野です。はい。原さんがうちに来店しまして、はい、私が国風の時に国風の立春盆栽大市で、この一をね、はい、うん、見つけ出しましてね、うん、5本あったうちの一番いいのと2番目にいいのを抜いてお買い上げすると言われたので、はい、ちょっと悔しいんだけど私1位できないから、うん、原さんに見してもらおうと。なるほど。今日はやってきました。はい、はい、この一を使って今日はミニ盆栽なのかな、はい、ミニ盆栽になりますね。かなり小さくなると思います。ちなみにここにあるやつはこれはもう前にあれしたやつなんですけど、はい、参考に持ってきました。まだ完全に出来上がってはいないんですけどね。これなんかも相当いじめてるんですよ。こんな大きい鉢入ったんですよ、はいはい、でもここまでして、こっちにも枝あったの全部取って、それでこれだけ小さくしてもまだこれだけ元気だから、うん、結構1位ってのは丈夫なんですね。丈夫だと、うん、思います。うん、でも寒さに弱いみたいなね。いや、寒さは強いです。暑さに弱い。暑さに弱い。あと日光も弱い。なるほど。日光もダメ。日光もダメ。日陰、うんうん、半日陰で十分です。そうですね。1位の素材ってのはそんなにないんで、私もそんなに数はやったことないんで、じゃあこの木をちょっと作ってみましょう。はい。でこの太い枝、これはまあいらないから陣にします。表面は見回したところ、多分ここら辺が一番正面がいいんじゃないかなと、うんうん、作った時に感じがいいんじゃないかなと思うんですけども、じゃあこれをねちょっと陣、これ全部陣にするんでは長すぎるんで切っちゃいます。そしたらね、今はそんなに適期じゃないかもしれないけど、私はね切ったら必ず刺すことにしてる。だからこれを2つ刺しちゃいます。こういうの、こういう刺すところをね用意しておくんですよ、常に、うんうん、そう刺しちゃいます。ただ何もつけない、これで大丈夫です。これでついたら儲けっていう考えね。うん、だから必ずつくっていうんじゃないんですよ。うまくいったらいいなっていう感じで一応やっときます。今切ったところをこれ剥いてみますね。これ自分で作ったものです。ヤスリです。ヤスリでね、ヤスリを削って作ってるから結構切れるんですよ。絵も自分で作ったこと。岩だってもともとある絵だから、ついてるやつを削る。そうそうそう、ここから先がヤスリになってるんですよ、うん、だからそこにそれを削って、ヤスリを、ヤスリ、ヤスリってね硬いでしょ、鉄を削るもんですから、だから結構硬くていいんですよ。で本来これもっとこっちの方までずっと剥くんですけど、今回はここまでにしておきます。もう少し剥いてもいいかな。ちょっとやってみるか。右側の枝は生かすんですか。これ、うん、これ生かします。もう切るのはこれだけですね。あとは針金でなんとか調整してみたいなと思ってますんで。でね、こういう切った陣っていうのはね結構まだ曲がるんで、これがまっすぐで面白くないから、これをね曲げるんです。だからこれにも針金かけちゃいます。多分1本じゃ効かないんで、2本とか3本になると思います。で、これをこう巻く角度っていうのは、大体45度がぐらいが良しとされてますね。結構胴吹きするんですよ、これって。胴吹きするの？うん、すごい胴吹きしますよ、いちいって。私はね、この先までかけないでね、ちょっとこう長く切るんですよ、これを。うん、それでね、ここで丸を作っちゃいます。これで軽く。目起こしみたいな。目起こしになるから。あ、だからちょっと太いのかけ。これで 2.5 ミリぐらいかな。1位の苗木が手に入らない。そう、1位のね、売ってるのはね、結構ごついのばっかしなんですよ。太くて、でかいのばっかし。これ小さいのってなかなかないんだよね。うん、だから、この間、大野さんのところで見たときに、あ、閉めたと思って、すぐ手を出したわけです。何年ぐらいかければ、吹いてきますよ、これ。吹いたやつが綺麗になるだろうね。多分まずはこのくらいのところはまだ完全吹きますね、きっとね。あ、そう。うん。上止めてやる。眼鏡かけた方が吹きやすいとかは、曲げた方が吹きやすくなりますね。曲げるとそこに熱持つんで。ああ、うん、そっか。熱持つからそこに吹くのか。そういうの言いますよね。ね。
ちなみにあのオスメスがあるって、うん、そうみたいですね。見分け方とかあるのかな。花咲かないと分かんない。花咲かないと分かんないかもしれない、ね、じゃあこっちの花咲いてるのはメス。わかんない。咲いてみないとまだわかんない。これ違う？それ違う。それこれ違う。これがね、ここに花芽があるんですよ。ほら。あ、うん、これ花芽ですね。丸いの。うん、この丸いのがね。だからメスかオスかはわかんない。オスかはわかんないとこれ。開くと多分わかる。開くとわかると思う。まだつぼみだから。小さいつるめの花とか真由美の花も開くまでわかんない。わかんない。開くと摘面分かりますよね、ちっちゃくてもね。オス花は花粉があるから真ん中が黄色いんですよ。でメスは花粉がないから白に見える。白、それはツルメとかマユミとかね、みんなあそっち系は一緒ですよね。ヤブサンダシもそうだし、梅もどきなんかすごい分かりやすい、真っ黄色だもんね、オス花。そうそう。で針金を全部かけといてから形作っていきます。普通ね、一段一枝一枝作っていくんですけど、これの場合は多分一枝一枝は作れないんで、全部かけ針金かけといて感情を見ながら曲げていくしかないと思って。心拍の作り方と似てるな。そうだよ、ね、そうだよ、別に似たようなもんで。上力の場合それが多いか、うん、形的にだって似たようなもんでしょう。そうか、置き場所が全然違う。置き場所は違うね。もう心拍はもう日にガンガン当てなきゃダメだし、心拍なんて腕じゃないですよ。日当たりだけですよ。日当たりだけ、ね、だってもう目先には全然違っちゃうから、はあ、心拍の場合は。心拍ってでも半日陰に置いておいても枯れないよね、ガサガサに。そうそう、枯れないことは枯れないですよ。だから意外と誰でもできる、うん、ただもう枝のね、葉っぱがもう詰まり方が全然違うの、うん、どうだっけ。もみじなんか日陰と日向じゃ葉っぱの大きさが雲泥の差があるもんね、うん。俺もだいたいモミジは寒冷茶の下ずっと目吹くときから、うん、全然平気だよ。何年何年だって、蜂が小さいんだもん。そうだね、そうだね。原さんに聞いてもしょうがない。蜂が小さいんだから外だと思う。なりようがないですよ、ね、伸びちゃいますよ。だから俺なんか全部あれだもん、今あれしてる山もみ全部呼びすぎちゃってる。呼びすぎしてるの。うん、これこれもがいしてるの全部。今年は呼び継ぎいっぱいしてあるよ。だから俺もそこにさ、でかい木でさ、紅獅子、あ、紅獅子、うん、のでかい木あるんだけどさ、俺紅獅子あるの。ここにでかい、あのこれ、うん、いやいや違う違うです。こっちに、こっちもっとこっちにある。でも取り木ダメなの、うまくいかねえんだよな。取り木失敗しました、私とね。俺も取り木失敗したよ。その代わり挿し木がつきました。あ、本当。じゃあ挿し木、挿し木しようで。じゃあでも葉っぱ良くないんだよね。赤い獅子頭。そうそう、あれの出始めが赤なんだけどね、でも葉っぱの形は良くないよ。そうなんだ。大体これで全部枝にはかかったのかな、はい、これをね、これがまっすぐだからちょっと曲げよう。ちょっと曲げておこう。まっすぐよりね、少しでも曲がってる方がかっこいいからね。曲がるところがないからだよ、うん、少し上がってればいいか。どういう形を作っていくか。少し詰めるようになると思うんですけどね。曲げるときは何か考えて曲げてるんですか。その差し枝とか。あんまり考えてないですね。あのふわっと作ったでいいかなと思ってるんで、これはね、そんなにこう1の枝、2の枝って感じじゃなくて、多分、うん、どっちかというとこれ流れの感じの木なんですよね、はい、どうしてもね、その模様木じゃなくて半剣貝。そう、半剣貝っぽい木になっちゃうと思うんで、そんなにいろいろ考えない方が面白いかなと。それでこのくらいな感じに、うん、ちっちゃくしちゃうんですね。うん、上に描いちゃうもん。はい、で、あの私はね、とにかく小さいの作るのが好きなんで、相当無理しちゃいます。無理しちゃう、うん、最初の一発目だけはね、枯れてもいいつもりで無理するんです。ああ、そうしないと小さい鉢入んない。ああ、
ってぐらい多分切っちゃうんですよ、あれ。で特にこれなんか挿し木つく木じゃないですか、挿し木のでよくつく木っていうのは比較的たくさん切ってもいいかなと私は思ってるんですよね。梅雨の時期なんかもみじなんかね、挿し木できるから、うん、根っこがなくてもだからそのぐらいのつもりでやらないと小さくできないんですよね。もうだいぶ根っこなくなってもうほとんどなくなってる、ほとんどなくなってるでしょ。カメラアングル変えてる間に、あれ、そうかそうかかなり撮りましたからね。撮りましたよね。これだけ撮っちゃったからね、本体並みに根っこがね、うん、で、なるべくこの木の下の方の根は切っちゃった方がいいんですよね。はい、そこね、そこ根はね、で太いのをなるべくこう切っちゃう。結構勇気いる。多分勇気いると思います。私はもう慣れてるんでやっちゃいますけど、そうするとわかりましたねこんな感じになっちゃうと思うんですよね。ね、このぐらいだったら、まあまあでね、こういう止め方するんですよ。くるくる、うん、ここに巻いちゃうんです。で、これをこうします。こう、そうやってこの後どうなる。あ、開くんだ。そうです。初めて見た。そうすると裏が綺麗なんですよ。うん、もうそうですね。裏を見たときにこれだけしかない。あとちっちゃい穴の鉢とかなんかにもね。うん。いいです。そうするとこれで広げといてこれで止めると。熊木さんがこれやる。あ、そうなんですか。うん、まだやったことない。知らないです。なるべく。中心にあの土を盛るってことは難しいんですけど、なるべく中心に盛っといて、これをこうして入れたらですね、ここでもってクチュクチュってやるんですよ、はい、そうすると、ね、根の中に土入るんで、そんなにガチャガチャつかなくてももうここで真ん中の方に入っちゃってるんで、そこを土みたいなの入れないですか。ゴロ土なんかほとんど入れます、うん、このサイズだとね、私はほとんどゴロ土は使わないですね。根腐れとこなんかもそんなにしないし、あともう少しあれしてくると、こういう方法じゃなくて、あの竹串とか菜箸みたいなの、なんていうの、根の間に入れて、それで止めるようにするんですよね。そうすると根に負担がかかんないんで、ね、はい、このぐらいで十分じゃないかと思うんですけど、入っちゃってもどう使えるんですか、この話は。え、いいね、ちょっと手が急に入ってくる。ちょっとこんな感じでちょっとあそこへ置いてみましょうか。あとは持ち込んで枝ができてくるのもあるだけしかないよね。なんか特に1位だから気をつけるところとかはあったりするんですか。そんなにないと思うんですけどね、数やってないからね、私もそんなに分かんない。うん、まあ、そうです、うん、1位はね、とにかくあれなんですよ、ないんだから。うん、これ小さいのが、素材がない。一回さ、土鉢に植え替えて規制出させて、うん、それでパサパサパサって切っといたら、サツキみたいにこっから吹くかな。サツキはだって裸にしちゃうから、うん、そうするとバッと吹くから、同じような感じでできるんなら、この辺全部ね、ほんのちょっとだけ残して切っとけば、ここから吹いてきたらさらに短くなるでしょうね。これでもこれ吹いてるからね、こういうとこ。そうですよね、元からね、うん、吹いたやつだよ。ちょっと1位はこう必ず陣にしないでね、先っちょね、先だけね、先だけでいいですよ。作り方としてやっぱ心拍に近い、ね、そうですよね、心拍と同じような形でいいんじゃないですかね。育て方だけちょっと注意する。そうですね。置き場所とか。置き場所は注意しないとダメだと思います。心拍の逆ですからね。一瞬でちっちゃい盆栽できました。一瞬です、本当に。私あんまり悩むこと知らないんで。悩む。素敵です、うん。自分の感覚でただパパパパやっちゃうだけで。
やっぱ鉢ちっちゃくしたから葉っぱもちっちゃくなるんですかね。なりますね。こっちもちっちゃいですもんね、ちょっと。そうですね。あの、なります。小さくなりますよ。こうやって比べても、ね、ちっちゃいですよ。だから これそんなに悪い症じゃないと思いますね。普通もっと、もう少し長いと思いますよ。このくらい、こういうふうにね、こういうふうに長いんですよね、普通はね。普通は。こういうところみたいにね、はいはい、これみたいに。でもこれだけ短いってことは、そんなに症は悪くないと思うんですけどね。なるほど。これもだからもっと長かったってことですかね。もっと長かったですね。はいはい。もういじけてるんですよね。私ね、盆栽は。土足んないよって。土が少ないと思ったから、本当にいじけてるんですよ。なるほど。道の盆栽の作り方ってことでした。はい。こっちはね、圏外になるみたいな、もっとな。それもやります？いや、時間ある。じゃあ僕は全然ないですよ。じゃあやってみましょうか。やり方はさっきと同じだよね、はい、やっぱりこれもね、この枝はちょっといらないと思うんですよ。陣を少し起こして切ります。刺します。これついたらもう OK。 本当はもっと圏外になるかと思ったらね、意外となんなかったの。なんとか小さいと入れようとして頑張るの。これ見て、3箇所。お、3箇所に呼び継ぎしてるの、これ。あ、呼び継ぎ。あ、これを、繋いでるんですか、うん、そうそうそう。そして、それがついたら取り木しちゃうと。それ3本にしちゃうっていう。へぇ。杉なんかもちょっと買ってきたらさ、こういう風にやるんだよ。お、杉。そうすると、1、2、4つが、4つ5つ取れちゃうじゃん。これどこやってんですか。これ普通さ、もっとバババババっていっぱいあるんだけど、こうやって整理しちゃうの。あ、ここをね。こういうところを整理して、枝も取ったりして。そうするとさ、ここで取って、ここでも取れる、ここでも取れる、うん、ここでも取れるかなって。1、2、3、4、5、5つぐらい取れちゃう。これ呼び継ぎでしょ。これ呼び継ぎね、ほら呼び継ぎしてますよね、2個あるでね。3個だ。あ、ここにもあったか、うん、ここで取り消して、そうそう、ここで取り消して、そうそう、で、ここラスト真ん中捨てて、そうそうそう、3本でしょ、うん、これで3は分かんない。うまくいったらこうなる。それ何、これ獅子頭。こういうことやんの。それはさ、山もみじに刺繍がしない。元がいい山もみじを買ってきて、これに関連して、これ葉っぱがどうしようもないやつ。これもすごいんだけど、ここでついでここ切っちゃうんでしょ、うんうん、これもすごいんだけど、これなんで寝てんだと思って見たら、ここでついであった。ほんとだ。わかる。あそこで胸切るんだよ、うん、あれは何のもみじですか。で、いろいろ、あなたのとこ、これ、ほら、買ってたもん、これ、いろいろだよ、ほら、買って、ほら、全部ここにある。あ、これはあれだよ、織り姫だよ、ほら、これをね、これ、要するにどうしようもない形の元のいいところに継ぐという、そう呼び継ぎ。そうすると、こんな小さくなっちゃう。これいいから、うちもさ、どうしようもないのがいっぱいあるじゃん。これは、継げばいいんだよ。これは、だから、なるべくね、ギリギリにスッと入るぐらいにしないと、ゆるくしちゃダメだよ。ピタッとくっつくぐらい、こう中削るの、うん、こっちの方をね、こっちの方、本体を削って、本体を。でも枝の方もちょっと削るでしょ。削んなくて大丈夫。あ、そう、ついちゃうんだ。細いから平気なんだ。ついちゃう、全然ついちゃう。そういうのいっぱいあって、いっぱいこっちだっていっぱいあって、これが面白いと思ってさ、いいよね、これ。これだってここにやってあるんだから、も下がもったいねえから。あ、上取るでしょ。で、ここで取り消すよ。それあれだね、カツラ。そうそう、うちのカツラだ。今植え替えちゃって綺麗になっちゃった。いっぱいあったりよ。すごい、いっぱいある。それはすごい。山か。これ山だ、山だ。山にしちゃ赤いでしょ。だから、ね、違う種類だ。山だよ。これはすごいですよ。こんなことばっかりやってるんです。